カットの方の調整なんですけど、今時間ゼロで。これやることによって、あの熱が表面だけになるので、焼けてないの。で、これで足らなければ汁が出てくる。パンが上がってまだ足らなければ時間を少しやる。そういう使い方すると、表面だけついて、これだけが落としてくる。このアダプターを使うと、こういう引き出しができるんですよ。そう。これでいいじゃん。で、出てる。こういう引き方できる。これいろんなやり方があって、で、丸くなったでしょ。やります？あ、いいですよ。やりすぎちゃったかな。あれれれ。この少し焦がし、もうちょっと強く出ていい。持って。十分。これ表面は多分乾いてるんだけど、下まで入ってるかどうかも確認します。入ってる。溶けは十分です。サクサクですね。サクサクなんですね。全然絡みもしないですね。全然大丈夫。溶剤飛ばしてるんですよ。エアでもいいし、ヒートガンでもいいんですけど。
あの向こうの会議だとこれが1回あたり 1.5 倍ぐらいの爆発がいけるんですよ。大丈夫ではあるので、これであの100ミクロン以上ダメだ。痛いや。固まってるから。やってるうちに固まってきてる。ああ。やっぱあったんで。1年のやつですか。ちょっとこっちでご紹介始めたから。これあの酸素阻害って言って、酸素と反応してる部分はこうなっちゃうんですよ。シリコンって取れちゃうはずなんですよ。あ、本当だ、取れたでしょ。お、サラサラの見たことは何もなかった。意地でもなかった。意地でも取れない。取れない。すごいすごい。